K1 ライト級3分3ラウンド延長は1ラウンドです。昨日の計量 62.35kg が篠原優斗、 62.2kg が広木。さあ佐藤さん、またタイプの違った両者の激突となりました。そうなんです、そうなんですけど、これ今リング上見ると、はい、2人ともあのムエタイのお守りであるモンコンっていうやつを今着てて、ね、あの K1 のリングで両選手がモンコンしてるのは珍しいなと思いましたね。兵庫は神戸出身の弘樹、一方大阪河内長野出身は篠原優斗、24歳が篠原です。こういうモンコンをしてるとやっぱこのムエタイスタイルに、が少し 入ってるのかなと思います。なるほど、座った状態が一応立ち上がってリング中央に向かった篠原優斗です。弘樹は25歳、先に手を出したのは弘樹。さあ平子さん、激しい展開を予想したいですね。はい、ね、弘樹選手はもう絶対に倒して勝つんだっていう姿勢が本当に分かりやすい、はい、気持ちいい選手ですよね。篠原選手はもう圧倒的なテクニシャンということで、はい、構図としてはテクニックの篠原、そしてパワー圧力の弘樹です。ここ大阪は3年続けての主張は弘樹、一方5年続けては篠原です。大歓声を浴びながらの両者になります。今日の一戦に関しては圧力だけではなくテクニックを見せたいと弘樹は話します。おお、連打ワンツースリー3つつなげました。まあ、引き出しは佐藤さん、篠原多いですね。多いですよ、もうテクニックは抜群ですからね。2015年 K1 甲子園優勝、2016年プロデビュー、第6代クラッシュスーパーライトの王者です、篠原優斗。ここからもう一度駆け上がっていくか、ボディストレートを放ちました。アトゥー、篠原のキレは平子さんどう見えますか。もうありますよね。だから弘樹選手がどう出てくるか、その相手の光を消すのはやっぱりうまいですもんね、はい、先手先手で。サウスポースタイルは弘樹です。プロ17戦目を迎えました。ここまでは9勝6敗引き分けが1つ。弘樹は前に出てくるところ左を刺したのは篠原優斗。冷静な表情です、篠原優斗。篠原は24戦目を迎えます。ボディを狙う、じわじわと弘樹が前に出てくる。画面に入ったか一つ、いや佐藤さん、前に出てくるところを弘樹が篠原がうまく合わせてますね。そうですね、もう少し前の右ストレートもいい距離で打ってましたからね、はい、今年の夏はあの与座祐希との対戦がありました。ライト級では注目の一戦でした。この時はカーブが決まって立ち上がることができなかったという篠原優斗です。生え抜きの意地があります、アサシンエリート。ボディも一つ入れた後の顔面、篠原。弘樹としては佐藤さん、どう戦っていきたいですか。そうですね、弘樹はまだ様子を見ている状況なんですけど、ええ、もう自分のいい距離にはいますからね、はい、左右、篠原のカウンターを警戒してますかね。少し慎重になってますか、はい、篠原は安心して戦えられるのが、ちょっと左足が内側を向いてるから、はい、カーフキックとかローキックカットしにくいと思うんですよね。なるほど、でもこの弘樹がサウスポーだから、はい、カーフはあんまり強烈なの打てないんでね、まあ、安心して戦えてますよね。第1ラウンド16右入った。切れ味抜群のテクニックがあります。両打撃右と左、右が1つ入った。ここで第1ラウンド終了のゴングです。何か両者様子を見合いながらという最初の3分間でした。最初の3分間は平子さんはどうご覧になりました。まず1ラウンド目に関しての噛み合い方が篠原選手、はい、光輝選手はやっぱり前にどうしても出てくる選手なので、そこに合わせていくっていうスタイルで、まずは篠原選手がね、はい、噛み合い方が少しパーセンテージが高かったかなと思いましたね。冷静でしたよね、改めてですが佐藤さん、弘樹としてはこのテクニシャン篠原に対してどう戦いたいですか。でも今日はなんか弘樹自身もなんかテクニックでなんか対抗してやろうかというような見受けられた1ラウンド目でしたけどね、はいはい、2ラウンド目からガラッと変えてくる可能性もありますけど、もともとは足を使ってテクニックで勝ってくるタイプだったと弘樹は話します。そうなんですね、今日に関してはそのテクニックを見てもらいたいと語っていた弘樹です。一時はね、なんかあの喧嘩ファイトがね、はい、なんか有名になっちゃいましたね。そうですよね、今年で4戦目を迎える弘樹です。フラッシュでは2連勝中という弘樹を迎える篠原優斗。さあ第2ラウンド雰囲気は変わってくるか、弘樹対篠原優斗。
第1ラウンドは両者何か様子を見ながらという3分間でした。左から入っていた篠原です。対ひろきに関しては面白かった、いい試合だったという反応になれば、勝ったとしてもひろきが勝利、内容としてはとにかく沈めるノックアウト勝利をするという篠原です。左ミドル、少し前に出たがひろき、左右好戦的になってきたか、仕掛け始めたひろきです。お前に行く、右のローは篠原、左、今月の13日で26歳になるというひろきです。前祝いとなるか、今日の一戦。左のリードで作っていくか、前に来た、少し積極的になりましたかね、佐藤さん、ひろきですが。そうですね、あの圧が、やや強まってきましたね、はい、あと左、この辺りうまい、篠原が来ます。攻撃の終わりに左入れてくるという篠原です。パワーはひろきか、ラインランドの折り返し、まあ、何か平子さん、いつものひろきとは印象違いますよね。篠原選手は変わらずね、はい、まあ、細かいリズムで相手と呼吸を合わせるのがやっぱり上手ですよね、ここは体を入れ替えます。まもなく第2ラウンドもあと1分というところ、右ストレート、左、3つつなげました。パンチはよく見てますね、はい、左フック、これだけど見てますよ、右左、当たってはいますよね、佐藤さん、はいはい、まあ、でも見えていれば、はい、あの致命的なダメージになることは少ないですね、右膝、ナイスタイミング、相手が入ってくるところです。膝も合わせたテクニシャン篠原優斗です。まもなくあと30秒、ひろきの手数はどうか、ダメージは残っているか、はい、コイトヒロキ、左フック、さあ一気に来た、まとめてきた篠原優斗、平子さん、ダメージはヒロキありますよね、当たってますよね、はい、さああと10秒です。まとめてきた、どうか、足が止まったヒロキ、ロープギア、篠原が攻める、ダメージある、ボディ、左フック、なんと返すはヒロキです。しかしこれ第2ラウンド終了のゴング、いや最後平子さん、篠原がラッシュに行きましたね。まとめ方やっぱりうまいですね、篠原、あの右ストレートが何発かも思いっきりもう 100% の距離で、はい、あの打てていることが何発もあって、やっぱあれガード越しでも効いてきますよね、だんだん。ひろきのスタミナとしては佐藤さん残ってますかね、どうですか、ダメージ。そう、ダメージはあるとは思います、はいはい、ただそのまだダウンもないし、まあ、2ラウンド目は篠原優勢だったと思うんですけど、はい、まだ逆転の可能性は あると思います。第2ラウンド終盤、この右の膝、この膝蹴りは本当すごいベストタイミングです、はい、そして第2ラウンド終了間際のラッシュ、左フック、一瞬膝が崩れかけたひろきでした。さあ最後の3分間です。巻き返せるかひろき、故郷のファンに向かって一つ大きな声を上げたひろきです。最後の3分間です。まとめ上げるか篠原優斗、それともひろき逆転なるか。 K1 ライト級3分3ラウンド、延長も1ラウンド用意はされています。先に顔面に当たったのは篠原です。前出るひろき、ひろきとしては佐藤さん、どう篠原を攻略したいですか。まあ、でもひろき自身の作戦としてはこうやって圧力をかけて、はい、まあパンチで当てたいっていうのがあると思うんですよね。だからまあこのままいくんじゃないですかね。じわじわと前に出る形は第1ラウンドから変わりません。ワンツーできます。この技術的にはやっぱ篠原の方が一つ上なんで、まあ、これをどう打開していくかですね。さあ篠原が来る、左当てたか、
前に出た。ただそこをうまく合わせてくるのが篠原です。威力が前に出る、気持ち足くる、右篠原打撃戦になりました。右を差します。威力が前に来たところ、左回っていく篠原、左のミドルは広木、右左右ノーズポーション気味、これも当てたか、さあ間もなくあと1分半、左当たっている、来た篠原来る、飛び込んできた、広木が追いかけてきます。広木らしい圧力も出てきました。インファイトに行った、左ふらついた、膝もいった、広木両者削り合います。ボディダメを狙う、広木の足が止まる、耐えられるか、フィニッシュブローが見えているか、篠原広く前に出ますね、はい、中央まで来た。さああと1分を切ります。アサシンエリートの篠原か、西の悪道広木か、どうですかね佐藤さん、篠原氏フィニッシュブロー見えてますかね。そうですね、ヒロキがだいぶ消耗してきましたね、はい、ただ今度離している、負けていない、前に来た、細かい位置でも篠原が若干上ですね、さああと30秒、大阪とそして兵庫のファンが拍手を送ります。あと20秒、少し両者体力削られてきたでしょうか、口を開き始めました。さああと10秒を迎えます。篠原優斗が行った、あと10秒を切ったところ、ヒノキダウン、篠原優斗がダウンを奪い取りました。ここで第3ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。終了間際、篠原優斗がダウンを奪い取りました。最後は佐藤右ですかね。そうですね、はい、まあ、細かいこの打ち合いが、まあ、終始篠原のが若干上回ってたんで、まあ、それが最後功を奏したという形ですかね、はい、見応えある攻防でした。両者打ち合いつけた第3ラウンドでした。さあ判定です。ジャッジ吉田30対27、赤篠原、ジャッジ鶴は30対27、赤篠原、ジャッジ杉村30対26、赤篠原、以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー篠原優斗、判定3対0で篠原優斗は広木を下しました。今一度 K1 の中心へと向かっていきたい篠原優斗、2022年の締めくくり関西対決、ヒロキを下しています。まあ、本当に平子さん、見応えある打ち合い、インファイトでしたね。最後ね、足を止めて打ち合う場面見受けられましたけども、そこに至るまでの篠原選手の出入りもやっぱり上手ですね。そうですね、左を当てたと右でした、右のストレート。改めて篠原の魅力も感じた佐藤さん、3ラウンドでしたけれどね。そうですね、篠原の魅力的なところってこういう細かい ストレートとかってこうスパーンってまっすぐ打てるんですよね、はい、その綺麗なストレートがすごい今日は冴えてましたね。いや本当に平子さん、フォルムが美しいというか ね、篠原まとめどころ作るまでの起承転結が出来上がってましたよね。さすがでしたね。令和4年の締め、ヒロキを下した篠原優斗です。さあ、アサシンエリート勝負の渦の中へ、2023年、どんな篠原を見せてくれるか、地元大阪で今日は勝ち名乗りを上げています。